じゃあ今日はこの焼酎飲んでみましょう。つるそら。はい、どうぞ。つるそらです。ありがとうございます。芋のいい匂いだ。わあ、強っ。これね、強いな。でもめっちゃうまい。うまいですよ。うん。これね、僕も初めて見るお酒なんですよ。あ、初めてなんですか、マスター。初めて見る。これはない。見たことないんだよ。でも多分、企画ものっていうか、はい。つるそらっていう、ジャル？何かあるじゃないですか。ジャルが、頼んで作ってもらってるやつだと思うんですよね。まあ、つるそらそのままですね、漢字にしたら。確かにそうですね。ジャルみたいな。言われれば。完全にジャルじゃないですよ。ただこの紅はるか、紅あずま、まあ、赤芋、はい、赤芋使ってて、そうね、ブレンドしてるし、で度数も35度、うん、結構強めに加水しないで作ってるから、まあ、結構いい値段すると思うけど、まあ、あの機内で飲めたりするんじゃないですか、かどっかで販売してるとか、そういうやつだと思うんですよね。機内でこんなのとか食べちゃうんですか、ね、全国でみたいなやつだと思うんですよ、うん、めちゃくちゃ美味しいです。おお、香りがいいね。うん、紅芋の特徴というか、こう甘みも強いというか、うん、度数が強くても余計濃く感じるから、これは好きだ、うん、まああんまり、まあ売ってないと思うけど、うん、まあもらったんで、なんですけど、美味しいと思う、これ。これめちゃくちゃ美味しいっすね。入手困難のお酒なんで、これは美味しいね。うん、口に残るもんね。そう、この甘さと、そう、やっぱり度数がきついせいか、うん、すごい香りが長く続く。芋、さつまいも食べた後に残ってるような、そう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 、ずっとこう甘さが残る。すごい、これずっと甘さが残ってるから、長いね。これ大好きだ。これうまいね。うん、寒い時期お湯割りとかも、あー、これ最高っすね。すごい味濃くなってるかもしれない、うん、でもうまいと思うな、これ。初めてだから、珍しいよ、初めてのやつって。確かに、マスターが初めてって、確かに、あんま聞いたことないな。知らないな、全然知らないもんだって。これだったら、何で食べて、このお酒飲んでも合いそうっすね、いろんなやつな。焼酎は基本ね、何でも合うけど、でも、35度まであると、どっちかって言ったら、はい、このお酒をそのまま楽しむ感じだね。だからもういろいろ食べてお腹いっぱいだなっていう時にこれをこう飲むような甘いな、デザートじゃないけど酒だけを飲む感じ。これをそのまま飲みながらガン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 いけないでしょ、だって無理っすね。多分傷つきちゃう。そうそう、そういうやつをやつだから、まあ美味しいっすよ。なかなかのつるそらだと思います。つるそら。これやばいっすね。これめちゃくちゃうまいわ。あ、でも本当もらっただけでこれ入ってこないから、こういうこういうやつ。まあ、ただそれね、珍しいから紹介したいなと思った。いや、なんか35度だけど全然飲めんな。飲めるな。なんか氷で溶けてさらになんかいい感じになるというか。いやでもこれ缶にして飲んでみたい気もするけどな。お湯割りとかで絶対うまいな。まあ、お湯割りだね。うん、お湯割りだな。この時期はお湯割りで最高だと思います。すぐになっちゃいますよ。グビグビ取れちゃう。俺やばいな、これ。芋好きには止まらないですね。でもやっぱり度数が高いと味が濃いから美味しいよ。美味しいです。
かわいいじゃん、これも。それそら。なんか、すぐ、なんか言われれば、ジャルって言われればすぐ分かるじゃないですか。あ、それそら、なるほどね、ジャルですって。あ、なるほどね、ジャルですか。